今日は2019年9月の29日日曜日、今茨城県笠間市友部まで来ました。うまく言えなかった。友部まで来ました。この電車は常磐線水戸行きです。本日茨城県では国民体育大会が開催をされております。第74回令和になってから初めてのことです。国民体育大会は終戦後間もなく日本元気を失いつつあった、その時にスポーツを通じて活力を高めようという趣旨で開催をされたスポーツの全国大会で、男子の成績上位者優秀者1位の人かな、1位の人には天皇杯、女子の1位の方には皇后杯が授与されるということになっています。天皇陛下は昨日国体の開会式に出席、本日は卓球の試合の観戦をされて、今日の夕方遅くに日立駅を出発する見込みとのことでしたが、列車はまだ出ていないそうですけれど、しかしもうそれほど時間は経たずして、このもうちょっと北へ 2、30分行ったところにある常磐線日立駅より専用のお召し列車に乗って東京駅へお帰りになるご予定とのことです。この行き先表示機、17時34分発上野駅普通列車、その次に JR と表示してありますが、この JR マークというのは何か列車が来るんだけれども、その時刻をここに表示する必要はないか、もしくは非公表で、また通常の列車でもない、そういった列車の到着を示す記号として使う場合が多いのです。お召し列車が来るとは限りませんが、しかし上野方面への列車が停車するホームですから、あの JR マークがお召し列車を意味している可能性は十分にあります。さっき止まっていた上野駅普通列車が去りました。次にこの後やってくるのはおそらくお召し列車の梅雨払いと呼ばれる、陛下のお乗りの列車に何か問題がないだろうか進路上を確認するための列車、ついで本運転のお召し列車、最後に陛下お乗りのお召し列車に万一のことがあった場合に備え乗り換えていただくための予備の列車。お召し列車は3本立てで一般的に運行されます。そしてどうも先行列車らしいものが水戸駅のホームにやってきました。回送と表示されていますが、地元水戸駅の方も大勢見物に来られていたんですけど、こんな時間に回送なんてないよねみんなそんな話をしてましてね、まあ、私も同じ意見でしたが、座席も全て逆向きにセットされていて謎の照明もついている、まあこれはおそらく何かお召し列車の関係のものだろうと思っていたんですが、これはもちろんお召し列車の先行、その前に何か問題がないかを確認するための列車という役割もあったようですが、それだけではなく始発駅、お召し列車の始発となる日立駅で列車の先頭に菊の御紋を取り付け、また日照旗を掲げる儀式をするんですが、まあ、大勢のギャラリーがいるんですけれども、それをですね、あのホームの反対側から見られないようにするための目隠し用の車両として使われたんだそうでした。 JR 東日本ではたまにそういう列車を使った目隠しというのをすることがあります。そしてそのままお召し列車の先行として水戸の少将を来た勝田駅まで列車の前に何か問題がないかを確認しながら走ったようです。そしてもうそろそろお召し列車の到着となるんですが、どうもホームに人が多すぎて写真がうまく撮れないように思ったので反対側に移ることにしました。どうもこちら側、今回水戸駅では目隠し列車が来ることはなさそうです。また向こう側には特急列車品川行きの特急和号が到着。あの列車がお召し列車の実質的な水戸駅よりも南での先行列車となるようです。あの先行列車っていうのはあのお召し列車の前に特別に JR が用意した専用の列車を走らせることもあるんですが、どうも行きのお召し列車ではあの天皇陛下が茨城へお出かけになるときにはあの特別な機関車を使った先行列車が運行されたようですけれど、帰りは普通の定期列車を使うようでした。ただし実際にはあのさっき あの特急列車が入ってきたホームと今度お召し列車が入ってくるホームは違います。本当は正しいお召し列車の先行列車というのはもう完璧に同じ線路を走らせなければいけない、で先行列車が通った後はその駅のポイント操作などは全て禁止されているんですが、まあ、今回は本当の完璧な定義上の先行列車というものはどうも帰りの場合運行はされなかったようです。まあ、ほとんど同じようなものはあの全て存在してましたけどね。だって今向こうからランプがだんだん光っているのが見え、また分かりますかね、ヘリコプターのバラバラバラという音も聞こえますが、空からも警備、かなり入念な運行です。だから上皇陛下などは天皇陛下としてあの即位されていた時代に
なるべくお召し列車などを使わず一般国民と同じ普通の列車を利用したいという希望が強かったようです。特別扱いをすると国民に影響がかなり与えられますからね。まあ、一方でお召し列車が走ると地元の人は大喜びし、それをこのように見に行くというのが、まあ、大体通例となっています。明るいランプを灯してやってきましたお召し列車東京行き、私も生まれて初めて見ました。猛烈な警笛を鳴らして日の丸をはためかせ、なかなか素晴らしい光景です。いや初めて見たけど、やっぱこの車両ね、私あんまもともとかっこいいと思わないんですけど、日の丸つけるとすごいと思いますね。そして4両目菊の御紋があしらわれて、これが両陛下お乗りの御両車というわけです。あれが走ってるのを私は生まれて初めて見ました。すごいですよね水戸駅、こんな風にみんなが特に地元の女子高生とかがね、うわーとか言いながら歓声を上げて走ってるのは、びっくりしましたけどね。そんな光景、天皇陛下に黄色い歓声が上がるっていうのは本当生まれて初めての経験でしたが、駅を通過するとき後ろ側から車掌さんが2人とも両側に顔を出していて、列車の進行方向に何か異常が何かをよく注意しているのが見えました。そしてそれ以外にも後部を監視する車掌さんが4人、列車の最後部だけで少なくとも乗務員が4名も乗るというかなり厳重な体制です。また列車が通過をするとき水戸駅の出発信号が青信号進行を灯していることを運転手さんが確認をするのですが、私が見た限りかなり模範的なビシッとした安全の確認をされていました。そして本運転のお召し列車が行った直後、この辺りを走っている特急車両を使った予備の車両がやってきます。ここまではね、見ているお客さんは少なくて予備列車が来るということは知らない人が多かったようなんですが、これもまたお召し列車を見る上で大変重要なイベントです。入念に整備された続行列車はこのように全てカーテンが閉められていました。中の様子を一般国民に知られないようにするためです。天皇陛下がおかけになるのはもちろんグリーン車、グリーン車の座席を見ると後ろから2番目2組の窓だけ座席が逆向きに反転されているの分かりますかね。あそこだけ回転してボックスシートになってるじゃないですか。影で分かると思うんですが、先行のお召し列車に万一のことがあった場合、あの号車の座席が反転しているあの位置におかけいただくということがもうすでに決まっているのです。ただし私はお召し列車がね、本当に遅れてなんかもう予備に乗り換えていただいてみて、そんな話は一回も聞いたことはないですね。多分お召し列車を遅延1秒でも遅らせたら、まあ10秒とかなのかな、遅らせたらそれだけでも一大事だと思いますので、今までに一度も予備列車が使用されるということはなかったのではないでしょうか。あ、でも昔ね、一回あったんだな、昭和の時代、関門トンネル、九州と本州の間のトンネルですけれども、そこでお召し列車が少々遅れるということがありまして、その原因を作った運転手さんは、お召し列車の運行が終わった後、自殺されたんだそうです。お召し列車とはそれぐらい昔から重大なことと捉えられています。その後、緑の窓口で少々やぼよと言いますが、実際には40分ほどかかる、JR にもかなり手間をおかけするような作業をしました。これについては列車の中でかなり長大な時間になりますが、ご説明いたします。そして乗り換えますのが水郡線。これで福島県郡山市を目指します。この列車はディーゼルによって運行されております。床の下からグオーってエンジンの音が聞こえてきますが、でこれで山の中を越える、結構な長旅、3時間ほどかかります。なお、この動画が投稿される直前、台風19号の影響で水郡線は途中の鉄橋などが流されてしまい、運行が不能な状態になってしまったそうです。水戸を出てだいぶ時間も経ちまして、車内のお客さんも減ったので動画を撮ることができます。まずさっきお召し列車が行った後、すぐにその感想をお伝えしたかったのですが、それができなかった理由は緑の窓口に行って切符の変更をしなければいけなかったからです。本日これから先ちょっと工程が、さっき水戸駅でお召し列車を見たことによって変更になりまして、もともとこれから水戸より常磐線にいて北上、いわきから磐越東線にいて郡山というルートでした。そして郡山には明日向かう予定でした。しかし本日水戸でお召し列車を見ることができたため、もうこれ以上常磐線を北上する必要はなく、斜めに短絡をする水郡線を利用して直接郡山に向かうことにしました。この方が早いし距離も短く、540円の返金を受けることができます。実は乗車券というのは使い始めた後でその目的地、それから途中の経路などを変更することができます。その場合緑の窓口または列車内で車掌さんにお申し出をするということになっています。
ただし乗車券を使い始めてからその目的地や経路を変更する人などというのは実際にはほとんどおらず、制度上では認められているんですけれども変更の申し出をするのはほとんど私たちのような鉄道マニアばかりと思われます。そして緑の窓口で申し出ると自動の計算機械が対応しておらず、駅員さんが手計算によって紙の切符に手書きで記し、それをお客さんに交付するというやり方になります。一方で列車の中では車掌さんが持っている始発機というんですけれども端末がありまして、それを操作することによって、まあ、割と簡単にこの切符を使用開始後でも変更することができます。通常は駅で切符の発売を専門にしている緑の窓口で何かこういうお申し出をした方がうまくいく場合が多いのですが、この場合は車掌さんに列車の中でお願いした方が話が早く進むという随分珍しい例です。ところがこれから先私が乗っている、まあ、もしくは今乗っているこの水郡線はほとんどの列車がワンマン運転、ローカル線のため車掌さんが乗っていません。そうすると有効な乗車券を持たないままにこの水郡線に乗るということになってしまいます。それではかなり問題なので、必ず水戸駅を出発する前に駅でお申し出をしなければいけないと思い、緑の窓口で意を決して頼んだところ、結果40分かかりました。駅員さんもこの変更ができるということをそもそもご存知ではありませんでした。そして大変失礼なお願いで申し訳ないんですけれども、実はこの区間変更というのは本来では旅客営業規則によって認められておりまして、今まで緑の窓口でこういったお願いをすると最初はできないというご回答をいただくことが多いのですが、奥でもう一度ご確認いただいた上でやはりできましたとお返事をいただいて、そして処理していただく場合がほとんどなのです。実際そうなんですが、そういうふうに駅員さんに丁重にお願いをしたところ、奥に戻って変更をして切符を手計算で書いてくれましたが、これもですね、最初まだ計算が間違っていて後で手直しをしたりとか、まあ、結構いろいろとありまして、緑の窓口で水戸駅は混雑しているんですが、あの駅員さんはあの2つしかあの窓がありませんでしたので、2つの窓口のうち1つを私が埋めますと、もう緑の窓口の中も大変な混雑となるわけです。大変大変申し訳の立たないことではありますけれども、しかし一方でこれをやらなければおそらく2000円ぐらいは、1500円ぐらいかな、あの損が出ると思われ、そんなちょっとね率の悪いような変更をするという義理はない。まあ、本来この区間変更というのはきちんと規則で JR 側からこういうことができますよと提示をされていることですから、それをこちらがわざわざその制度を使わないで JR のために我慢をしてあげるということもまた不条理なわけです。JR の方も非常に愛想よくこちらに対してできるようなことは何でもするといった感じで頭まで下げていただいてですね、対応はしていただいたんですが、緑の窓口は私のせいで長蛇の列になってしまって駅員さんは大変だっただろうし、また緑の窓口に並んでいる人たちもあまり幸せではなかっただろうし、なんとも後味の悪い切符の変更となりました。ちなみにこれは出札補充券と言います、まあ、本当は改札補充券というやつらしいんですけれども、あのこれもまた、まあ、なんでこれ出札補充券できたのか分からないです、まあ、こんな感じのやつでして、通常の JR の切符と同じです。ところが一つだけ誤算だったのは、なんと私の乗るこの列車、水戸駅を19時11分に出る普通列車郡山行きは途中の駅まで、まあ、今日はねあの日曜日ですけれども平日は需要が大きいということで列車も長くしており、車掌さんが実際には乗務をしていたのでした。私はてっきりもう水郡線の列車ほとんどがワンマン列車ですから、当然この列車もワンマンなんだと思い込んでいたんですが、この列車の中で車掌さんにお願いをすればそんな面倒なことにはならなくて、散歩よし、まあ、私もよかった、あの待たなくてね、あの待たないで列車に乗ることができたし、駅員さんも手間が増えることはなかったし、お客さんも待たずに済んだわけですが、まあ、今回のことはそれほど私が責任を感じるようなことではないと思いますけれど、それでもあまり幸せな思い出とはならないものです。ただ駅員さんが私のためにいろいろと手を尽くしてくださったこと、これは本当にありがたく思います。この点についてはとてもいい思い出です。やっぱり、ね、こういうね、あの駅員さんよりも客の方が詳しいみたいな時ってこっちの態度の振る舞い方もあるんですけれど、あの駅員さんによってはね、何言ってんだそんなんできるわけないだろみたいな、そういう方もね中にはおられるのが正直なところ。そういった対応を受けなくて駅のみんなで私の対応してくださったことが本当にありがたく思います。なお緑の窓口の前で実は先ほどまたですね、あの体調を崩して倒れられた女性の方がおられましたので、ちょっとそれはちょっと見ててね大変そうだなって感じでしたけど、そんな忙しい中でこんなものを、まあ、偶然のタイミングの一致ではあるんですけれども、
私がお願いしている間にそういう事件が起こったのもちょっとね心苦しかったなと思います。この列車の次の停車駅は袋田、しかし今から袋田の滝へ行こうとしても滝のところには料金所があって営業時間もありますから見ることはできません。第一暗いし、この列車は最終列車です。朝霞長森に着きました。ここは福島県の郡山市であってますね。須賀川じゃないと思います、郡山。ここから東北本線に合流します。次は大きな町ですが、郡山の駅前にあるネットカフェで泊まろうと思ってたんですけども、なんか知らないうちにね、なくなったらしい。いや、よかった、調べといて。結構ネットカフェの店事情ってね、変わりますんで。うわ、なんか置いてあるな。なんだこれ。乗車券、ここの駅までで使い終わったやつはこの箱に入れるんですけどね、かさばって他のゴミが入らなくなります。カメラは見ています。なんか寂しいですね、最近こういうの。周辺案内図、スパー吾妻商店、吾妻商店、これこういうもんなのかな、それとも間違えたのかな、どっちか気になります。東北地方ってのはね、こういう駅が多い印象です。後ろの方からキーンと東北新幹線が走る音も聞こえてきます。これですね、さっき上野駅じゃない、水戸駅で買いました。カリン、あ、違う、甘露梅って書いてあります。カリカリ梅みたいなのありますけど、私あんまりね、酸っぱい梅は得意じゃない、甘い蜂蜜漬けのやつがあったんで買ってきました。美味しいでしょう。水戸駅って偕楽園がね、水戸の梅名物ですから、それだと思うんですけども、ずいぶんね、駅の売店で梅関連のお菓子が充実してましたよ。やっぱ地方性が出るもんです。やっぱ酸っぱいな。おお、蜂蜜入りでこんな酸っぱい酸っぱいってなんか、やっぱ普通の梅干しはダメだ。梅干しじゃない、こういう梅は。あ、でも美味しい美味しい。噛めば噛むほどね、唾液の作用で甘くなってくるって感じですか。うん、酸っぱい。ちょっとこれからですね、東北北海道方面にはかなりお金がかかりそうだってことが分かってますんで、お金は食品を含めてかなり最終盤は節約モードでいきたいと思うんですけども、一旦この快活クラブ駅から近いところにあるんですが、通過。今日の夕飯はですね、こちらちょっと見えませんけども、ラーメン屋さん後楽園で食べます。昭和29年創業、このラーメン屋さんはご存知の方も多いんじゃないですか。関東には、東京とかにはね、たくさんあります。なんか最近赤字続きで、なんかね、経営もあんまうまくいってなくて、いきなりステーキに今なんかこう頑張って提携してるような話は聞きましたけども、よくね、東京でも私行きます。確かね、ラーメン290円から今、値上げしたのかな、340円ってことなんだろう。お、ちょうどいい。今回のネタにもぴったりして、創業祭ってのやってるポスターを見ましょう。実はこの後楽園というのは福島県発祥のラーメンチェーンでして、もともとは会津若松市に1号店を出店した、地元の食堂ラーメン屋さん、その名前をずっと続けているわけです。2号店が出たのは有名な北方ラーメンというのが有名ですが、ここの味も北方ラーメンと完全に同じではなく、デフォルメというかね、ちょっとあっさりめがかなり強くなっているような気がしますが、それに変えられています。ただ今回はちょうど今日までですね、こんなのやってるとは知らなかった。いや、本当にいい福島観光になりますよ、これは。65周年ということで、創業祭というのをやっており、昔の味を再現してくれるそうです。クラシックタイプ340円。いや、食べてきましたけど、びっくりした。感想第一に言えば、なんだこれやって感じで、いや、美味しかったんですけどね、まずいってんじゃないんだけど、創業当初の味とかやから、会津若松、北方、あの辺の北方ラーメンみたいな特性がいっぱい出てくるんだろうなと思ったんですよ。そしたらね、逆の方向にね、あっさり系に突き進んでた。なんか元、私結構後楽園の醤油ラーメンってのね、安くて美味しいから中華そばか、食べるんですけども、ずいぶんあっさりした感じだなと思いながら食べてまして、で、それで、創業のパターンに戻ったらどうかと、もっとあっさりしてた。北方ラーメンってのはもっとなんていうの、こってり系とは言いませんけども、もっとしっかりしたラーメンっていう感じなんですけどね、ふわーっとなんかマシュマロみたいなラーメンの味がしましたけどね。
まあ、あのこれを福島観光と言い張るのもどうかと思いますが、まあ、個人的にはあの本場の郡山、まあ、今現在はあの拠点が郡山にありますので、そこで創業当初からの郡山喜多方時代の味を食べることができたのは良かったかなと思います。いやしかしですね、あの今回福島県の方にはね、特に福島県を楽しみにしていた方には申し訳ないんですけど、あのどこ行ったらいいのかっていうのがね、あのなかなかつかめなくてですね、明日もしかしたらもうソースカツ丼食べるぐらいになってしまうかもしれない。それはぜひ食べたいなと思ってるんですが、あのお金にもうちょっと余裕があれば会津若松方面に行って白虎隊の勉強、私よく知らないんでそのこと勉強したりとかね、大内宿に行ってあの昔の街並みを見るとか、他にはあの大勢ヶ原はまだいいんじゃないですかね。じゃ寒いでしょうけれど、でも大勢は魅力だと思いますので、あのそこら辺もね、日の山田温泉か、あそこから行ってみたいなとか、まあ、いろいろ考えはあったんですけども、あとは福島の土湯温泉、あそこね、いい温泉地だと聞きます。行ったことはないですが、なんですが、まあ、今回はあのちょっとね、福島県の観光はどこかなどこかな、まあ、いろいろ考えたらちょっと無理そうだわ。観光しないとは言わないんですけども、割とあっさりした感じになってしまうことをご了承ください。明日は宮城県方面、最終的には岩手県まで足を進めようかと思っております。しかし、いいですね、ついにね、東北地方に足を踏み入れましたんで、白川の関ではなく中曽の関でもなく、その間を水郡線ですり抜けてきたわけですが、東北地方の夜ってね、この時期になるとちょっとこうひんやりしてきて、こう風が首元を通り抜ける感じ、このスーツを着てても少し涼しいなって感じ、これがね、季節の変わりを感じてよろしいんですけれども、体をちょっと最終局面で壊すということはないようにしたいです。まあ、多分大丈夫でしょうね。旅の終わりまでですね、ずっと元気に続けることができたことがまず一番のものだと思っております。ではこれで終わりなんですけど、なんか今日の快活クラブはここ私泊まるの初めてなんですけどね、上になんか出雲大社みたいな、わかります、なんかクロスがついてるな、神社のやつ、なんそんな変な店舗の店だね。どうもありがとうございました。